小松です。今日は、前回紹介した X スピードフローを使ってフリーキックの練習をやっていこうと思います。まあ何箇所からか右サイド、中央、左サイドそれぞれ、練習していこうと思います。左サイドからの、フリーキックだったら個人的な切り方としては巻いて落ちるようなカーブをニアサイドに、大体いけるかなという感じですね。たまに逆サイドに、速いシュートも打つことあるんですけど、大体は壁の上を越して巻いて落ちる球を蹴りますね。逆サイドの場合は自分の蹴り方的にはインにかかってしまう癖があるので、大げさに外れるぐらい外に思い切り蹴れば、いい感じで曲がって入ってくれます。右サイドの時も壁の上を越してニアサイドを狙っていくと思いますね。壁の外から巻くような感じで曲がって落ちるカーブを狙っていきますね。スピードフローで一通りフリーキックを蹴ってみましたが、前に X ゴーストでもフリーキックを蹴ってみて、その時よりも伸縮性が多少増したことで、個人的には X ゴーストの方が
お好みかなっていう感じはするんですけど、正確にはまだ切り比べてないので分からないので、まあ、次回は X ゴーストとこちらの X スピードフローの履き比べ、切り比べをやっていけたらいいかなと思います。